今回スキージャム勝山に行きましたけども、2日前から雪降って最高の釣りラン日和でしたね。西津前にバートンのレジェンドライダーのデイブ・ダウニングがどうやらなんかスキージャム勝山のツリーがここはぜひ開放した方がいいんじゃないっていう感じで多分リゾート側にこう提案して、でその1年後昨シーズンツリーランコースを開拓したと。そのツリーランのオープンに合わせて中山雄也と一緒に滑らせてもらいました。デイブ・ダウニング監修はスリーラン B コース。スリーランはラインを自分でチョイスできるっていうところが魅力ですかね。多分自分でも同じラインを2回滑るってことがほとんどないんで、毎回毎回こうツリーの合間をこう縫ってくるラインをこう見つけるっていうのが楽しいですね。ジャムカツってこう DJ がいてラジオも流れててポップな感じだけど、ツリーに入った瞬間にこう静寂が訪れて、ゆうやとかの刻むトラックの音とか自然と一体化した時になんかいいラインがいがけて、ゆうやのねスプレー見るだけでテンション上がるし、やっぱり普通のオープンバンじゃ味わえないし、まあ、個人的にはすごい好きかなと思ってます。コミュニケーションをツリーランって取れるのかなっていう、自分一人だけでやっぱ入ると心配、ちょっと野上さんがいてくれると安心、まあ、お互いそういうふうに思いつつ入ってたと思うんですけども、まあ、ターンなんかたまにこう交わるときにふわって味わった瞬間にもう無言の会話が始まっていいよねみたいなね、そんな、時間何回かありましたね。